東日本大震災の奇跡の一本松を使った笛、コカリナのコンサートが開かれ、皇后さまが鑑賞されました。皇后さまは午後、奇跡の一本松、コカリナが奏でるコンサートが開かれた東京千代田区のホールを訪問されました。コンサートでは、岩手県陸前高田市の奇跡の一本松の枝から作られたコカリナで10曲が演奏されました。最後にふるさとが演奏されると、皇后さまは他の客とともに口ずさまれていました。終了後、演奏家の黒坂黒太郎さんらと懇談し、優しい音がしますね、いつか陸前高田の皆さんと演奏できるといいですねと話し、黒坂さんから奇跡の一本松から作られたコカリナを贈られると、私も練習しますと話されたということです。